お揃いの服だ。チームアトム。チームアトム。チームアトム。かわいい。おはようございます。言った？おはようございます。かわいい。日本プロゴルフ選手権いよいよ最終日です。今日の決勝ラウンドは1日で36ホール行います。おはようございます。まもなく、最終日のスタート時間です。おはようございます。さすがかっこいい。ゆきちゃん頑張って。そういうこと言うんですか。そういうこと言うと映しますね。次はどこに行くのかな。なんで俺ライブ中です。今から行ってきます。いってらっしゃい。36ホール。キャディーさんが一番大変で。いってらっしゃい。
会場にいらっしゃる方は熱中症気をつけてください。今日もとっても暑いです。すでに朝7時半でとても暑いです。ジョン・ノリスは今週お父様が亡くなられたということで、母国に帰りたいところなんですが、試合を頑張れと、最後の言葉をもらったそうです。頑張ってほしいと思います。ノリス選手、はい、今日は36ホールやります。トップが6時スタートで、同じ組み合わせのまま36ホールラウンドをします。北村浩一選手、今年初めてのツアー出場で、最終日最終組です。今日はお父様も来てるのでしょうか。まだ見てませんが、最終組です。手が有利なのか、北村選手も元甲子園球児で体力には自信があると昨日話してました。北村選手はお父さんと同じ弁護士になろうと中央大学の法学部に進みましたが、途中で、その夢はやめて大学4年生でゴルフを始めました。そこからここまで来るという、やっぱり頭がいいんですかね。すごいです。取材対応なども、話す言葉がとても簡潔で面白いです。北村選手、石川選手のキャディーさんは今年から、若いですね。同じ事務所の社員のようです。
これが36個でどんだけ痩せれるの？もっといい。すでにブカブカじゃないですか。生放送。それシャツ出るよね。それはさ、叩かれるよね。ウエスト直せんじゃん。76? これ、あの下がない。入れてんだけど出るだからそういうとこばっか取ってるからね。あ、視聴者の皆さんすいません。これからもよろしくお願いします。決して、そうです。決して悪気あるわけではない。細いだけです。そうです。じゃあ、頑張って。重永選手の体力が持つのか心配ですが、今日は36ホールです。最終組はこの後7時50分のスタートです。西川選手、ハン・ジュンゴン選手、北村浩一選手、石川選手が優勝すれば、2016年の KBC オーガスタ以来ですね、3年ぶり。みんなが期待しています。急遽この朝早いスタートでもたくさんの方に来ていただいてます。
少しスタートが遅れています。今7時50分ですが、一つ前の組がまだスタート待ちしてますね。ハン・ジュンゴンも常に安定感のあるプレイヤーです。36ホールはもう体力勝負ですね。誰が勝つのか、いろんな選手にチャンスがあります。賞金王だった今平選手も3打差なので、36ホール全然わかりません。会場に来られない方は、日本テレビ系列で放送しております。地上波は、3時からですね。ぜひご覧ください。地上波は、通りましても BS でリレー放送します。選手、昨日の記者会見でもすごくいい状態でできていると話してました。腰も、もう問題ないそうです。トレーニングをして、もう体の調子がとても良くなったと、ツアー選手権から良くなったと言ってました。
いよいよスタートです。それでは、はい、大人の事情で練習場ライブは終了します。皆様期待していてください。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。